ちょっと待てよ。なんだよ、どうしちゃったんだよ、何が起きたんだよ。なんだっけ、なんだっけ、あれ、そもそもなんだっけ、夢だろ、夢だろこれ、夢だよ、そうだ、夢だよ、夢ならすぐ覚める、常たって何したって痛くないしな。出せないの、夢じゃないなら思い出せるだろう。ちょっと待って。なんだよ。弾みで思い出せないだけだ。落ち着けばすぐ出てくる。忘れるわけはない。なんだっけ。どこにいたんだっけ。どこだっけ。
Yeah.
知らないうちに戦争かなんかが始まったんだ。いつの間にか捕虜にでもなったのか俺は。え？それともあれか、どっかの狂った宗教集団の精神強制か。え？それで気
記憶消されて俺どっかの宗教団体に入ってたっけが、え、入ってないよな、入ってたのかな、入ってないよ。それともあれか、誰か金持ちの変態の道楽の餌食か、え、チキショウ、何なんだよ。ごめんね。
連れてこられたもんです。あの、あなた知ってますか？なんでこんなとこに連れてこられたのか。やっぱりそうか。私はここから出るわ。あなたはどうする？出るっつったって散々這いずり回ってきたけど拉致明けね。出口が見つかるよりこっちがくたばろうが先だよ。来たところから出ていくの。そこに溝があるでしょう。ずっと見ていて分かったんだけど、あそこから新しい人は運ばれてくるの。ある人はそのまま沈んで、ある人は這い上がってあちこちさまよって、でも結局疲れ果てて誰かに体をバラバラにされてここに運ばれてくるの。誰かって誰？わかんない。でも黒くて大きな闇みたいな感じだった。人なのか獣なのか。気がつくと大きな闇に包まれてむちゃくちゃに壊されてここに浮かんでるの。でも行き着く先に何もなかったら、みんな同じことを思ってここに入って、で最後にはそこに浮かぶんじゃないの。そうかもしれない。いや、きっとそうなんでしょうね。ここにいてもどうせいずれこの水に浮くのよ。そんなバカなことできねえ。できるわけねえだろ。誰かの顔が浮かぶんでしょう。私もそう。自然のものに身を任せようとするとなんだかふっと歯がゆいんだけど甘い感じの。今それ以外のもも見えたな。どっかで花火が上がってた。花火、花火、花火、うん、花火ってのは楽しいもんだよな。でも俺が見たのは冷たいビルの向こうで音もなく打ち上げられてて、誰かが打ち上げてんだろうけど、なんかそんな感じがしなくて、誰も打ち上げてる人なんかいないのに花火だけが勝手に上がってるみたいで。おい、
眠んなおい。あれ、私今どのくらい気を失ってた？いくらでもないよ。すぐに起こしたからな。私今どこかで目覚めた夢見てた。目覚めた夢？気がついたらどこかの部屋で一人目覚めてた。いつの間にか夜中になってて、ソファーでうたた寝してた。テレビがずっと変わらない街の景色を映してて、下に明日の天気予報がずっとつきっぱなしになってて、寂しかった。ちょうど今いるこんな場所に落ちそうで怖かった。ここに来る前にいた場所かな。ここを抜け出しても大したもんが待ってるわけじゃないのかもしれないな。そうね。私やっぱり行くわ。あなたは本当に行かなくていいのね。じゃあ行くわよ。今行くのかよ。時間がないの。おいおい、そんなとこ行けねえよ。おいおい、いいから早く行ってくれ。早く。どうした？どうした？
戻ろう。とにかく一回戻ろう。一回戻ってでまた考えよう。別の場所に逃げようとした私を見つけてここに監禁したんだった。別の場所、ジェーパリー、外じゃ戦争かなんか始まってて捕虜かなんかにされちゃってるかな。多分外は何も起こってないと思うわ。うちの変態野郎の餌食になっちゃってるから。でもなんでそいつはあんたのそんな個人的な感情を見つけてこんな落ちかけな場所に俺たち閉じ込めたんだ。あんたがどこに逃げたかろうがそいつに関係ねえだろう。私を元の場所に戻りたいっていう気持ちにさせるためよ。何なんだそいつ、全然わかんねえよ。
そうか。本当にいいの？うん。一緒に来てくれるの？うん。どうしてこんなことになっちゃったんだろうね。いいからいいから。俺も未練ないから。私をここに連れてきた誰かは、どこか別の場所に逃げようとした私を見つけて、ここに監禁したんだった。絶対助けてやるからな。